OPBF 東洋太平洋バンタム級王者、栗原啓太、31イコール1匹が、元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏、42の YouTube、前向き教室に出演。超激戦区のバンタム級を語り尽くした。細川氏は、今日本のバンタム級は森に盛り上がっています。と切り出し、那須川天心、竹井義樹、井上拓馬、比嘉大豪。 西田良介、中谷淳と、堤誠也、石田匠美、そして栗原啓太の9人の名前を挙げた。細川氏は、このメンツでトーナメントやってほしい、盲天下一部同会じゃん、と興奮を抑えきれない様子だった。井上拓馬は現 WBA 世界バンタム級王者。 元2階級王者の中谷潤とも3階級目となる WBC 世界バンタム級王者のサンティアゴへの挑戦を控えている。石田匠も現在 WBA バンタム級1位、それを踏まえて栗原に9人のランク分けをお願いした。栗原が上位ランクに選んだのは中谷と井上。中井ランクが西田、堤、石田、下位ランクが天心、武井、比嘉、そして、 僕もバリバリの回数よ。しかもギリ入れるくらい、と栗原自身もこのランクに入れた。細川氏はさらに上位の二人ではどちらが強いか聞いた。栗原は、一番は中谷選手かな、と現在バンタム級日本人最強に中谷順当をした。